ヨーロッパリーグ準決勝ファーストレグ、ユベントス対セビージャの試合を振り返ります。この動画は試合結果、スタメン、ゲームスタッツ、ピックアッププレイヤーの順に進行します。ポグバも取り上げようと思ったのですが、時間が短かったため今回はこの3名にしました。それでは早速試合結果から見ていきましょう。1対1両チーム一歩の譲らずの引き分けになりました。ゴールゲッターはこちら、前半の良い時間帯にセビージャが得点、そのまま前半はセビージャペースで進みました。後半は選手交代で流れをユベントスに向くと攻勢を強めますが、得点を奪えない時間が続きましたが、ラストプレーのコーナーキックで劇的な同点ゴールが生まれました。両チームのスタメンを見ていきましょう。ボールポゼッションとボール期待値はこちら、両チームともにボール期待値より実際の得点が低い結果になりました。ゲームスタッツはこちら。控え採点はこちら。それでは最後にピックアッププレイヤーを紹介します。まずはイリングジュニアから45分出場でした。後半からの途中出場で流れをチームに引き寄せるプレーを見せた。左サイドにいるときは常に脅威で、彼にボールが入るたびに期待感があった。右サイドに移ってからはやりにくさからか突破のシーンは少なかった。今年20歳、今後が非常に楽しみだ。個別スタッツはこちら。続いてアクーニャ、フル出場でした。対人能力、運動量はこの試合でも発揮された。対面のアタッカーに対して自由を与えず、機会を見つけては飛び出して相手のラインを押し下げる。この試合に関して言えば、審判がカードを我慢していたため多少荒いプレーが多かったが、これも熟練の豪華。個別スタッツはこちら。最後にエンネシリ、フル出場でワンゴールでした。決めたゴールは簡単なものではなかったが、 GK の動きをよく見て決め切った決定力はさすがの一言。欲を言えば直後のシーンも決めることができれば最高の夜になっただろう。結果として引き分けになったことを考えると、このシーンは本人も悔しいはずだ。個別スタッツはこちら。以上、ユベントス対セビージャの試合を振り返りました。さすがイエル番長という試合でしたが、最後に追いついたユベントスもさすがでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。